1911年4月28日の日食は、1911年4月28日に観測された日食である。オーストラリア、トンガ、アメリカ領サモア、クック諸島で海域日食が観測され、オセアニアの大部分、北アメリカ南部及び以上の地域の周辺の一部で部分日食が観測された。海域帯のほとんどが海にあり、陸地は、 数少ない島と月の本、影が地球上で通過した最初の場所、日の出とともに、海域日食があったオーストラリア南東端の長さが約160キロの地域のみ。詳細は、オーストラリアのニューサウスウェールズ州南東端と、ビクトリア州極北東端、当時イギリス保護領のトンガのハーパイ諸島北西部の半分とババウ諸島のほとんど、 アメリカ領サモアのオフイコールオロセが島南部の約半分とタウ島、クック諸島のプカプカ島とッソー島だった。また、海気日食が見えなくても部分日食が見えた地域は、オーストラリア東部の約半分、メラネシア中東部、ミクロネシア東部、ポリネシアのほとんど、アメリカ合衆国中南部、中部アメリカとダイアンティル諸島西部、南アメリカ北西部沿岸の少数の地域だった。 そのうち国際日付変更線の東にある部分では4月28日に日食が見え、西にある部分では4月29日に見えた。イギリスのストーニーハースト大学とオーストラリアシドニー北部郊外のリバービューにあるセント・イグナティウス大学の観測隊はトンガのババウ諸島で回帰日食を観測した。ストーニーハースト大学の隊員は2月3日に船で、 イギリスのティルベリー出発し、3月16日にシドニーでオーストラリアの隊員と合流した。その後観測隊は3月25日にシドニーを出発し、4月2日にババウ諸島に到着した。4月5日、すべての機械が船から陸上に運搬された。あとの数日間現地は晴れで、4月10日から現実量の大きい通り雨が降り、4月26日に、 始まった南東風が厚く大きい巻雲をもたらした。4月28日から日食当日の29日朝にかけて空に雲が多かった。部分食の始まりの前に晴れになり、その後最初は少しの積雲が現れ、あとは晴れだった。回帰食の段階でネイヤフは良い天気に恵まれたが、約2マイル離れた地域では、 喧騒雲の影響で回帰食の終わりの90秒前からしか太陽が見えなかった。回帰食中、島にコオロギの鳴き声しか音がなかった。政府が住民に静かなままにいて火を使うなど観測を妨げることをしないようと奨励していた。観測隊は5月2日に機械を船に戻し、5月4日に出発し、5月6日に イギリス領フィジー植民地の行政所在地スバに到着し、数日の滞在後5月11日に再び出発し、5月17日にシドニーに戻った。イギリスの担当者は機会をもって6月10日にシドニーを出発に、7月23日にティルベリーに戻った。ありがとうございます。